こんばんは、ふくろです、今日はちょっと夜お届けしています。実はですね、今日福島県のいわき市っていうところに向かってるんですけど、常磐線がなんと、爆弾処理で、動かない、そんな状況下になりましたので、急遽バスで向かっております。バスの車内からお送りする、本日の、実践メールです。今日は、この実践メールの会員総会があったので、実は先ほどまで遠隔もやりながらここで喋っております。本日のテーマは、あれがなかったら頑張れなかったと思うことはありますか、ということですね。一番初めに思い出したのは、受験勉強の時のユンケル方程式。最後、もう未だにですね、社会人になってから実は飲んだことがないんですけど、国家試験の時はですね、2000円のユンケルが連発しておりまして、なんか知らないですけど、みんな仲間内で2000円のユンケルを飲むっていう、なんか流行りになってました。実はそれがなかったら頑張れなかったと思うというよりは、実はそれを飲んでも試験の最中に寝てしまった。それを起こしてくれたのは友達。やっぱり友情がないと頑張れなかった。ということで、今日は締めたいと思います。本日は以上です。ではまた明日。